山のすすめネクストサミットの7話の見てたんですよ。うん、なんかポッチザロックっぽいなと思ってたら、本当に A パートの絵コンテがボザロの斉藤圭一郎監督で、まあ、原画にケロリラさんもいたりと、まあ、本当にボザロのスタッフでしたと。まあ、B パートも良かったし、まあ、山のすすめはめちゃくちゃ安定してますね。うん。まあ、今回4期なんだけど、まあ、最初の頃に総集編やったりとかもしてるから、まあ、話の流れとしても見やすいし、まあ、エンディングも毎回絵は変わるんだけど、まあ、歌としては、あすみかなさん、井口優香さんと、まあ、いつもの感じなので、安心感すごくあるコンテンツだなと思いました。いや、山のすすめ、最近原作読んだんですよ。うん。まあ、いろいろと山のすすめって2010年代前半で、いろいろと日常系にカテゴライズされてたから、まあ、あれこれ、いろいろと言われてたんだけど、いい作品ですね、って本当に思った。ちなみにキララじゃなくて、まあ、アーススターエンターテインメントなのは、まあ、そこら辺はまあニコニコ動画の宣伝とかでもやってるからまあ大体わかってると思うんですけど、いやでも山のすすめめちゃくちゃいいなと思ったんですよ。主人公がまあいろいろとあって、まあ、登山始めるんだけど、まあ、富士山の登頂を途中で失敗しちゃいましたと、まあ、高山病にかかって、まあ、降りるしかなかったっていう話が、まあ、セカンドシーズンだか、まあ、原作だと2巻3巻ぐらいに挟まるんですよ。まあ、そっからフィジカル面で、まあ、少しずつステップアップしていって、で、なんかもう友達と登山に行くとか、まあ、そういう話とかが増えてきて、まあ、家族とも行くし、まあ、そこら辺なんかこうちゃんと地に足ついたフィジカルの鍛え方してて、これもいいなと思いました。あとまあ原作はなんかいい意味で結構コラムが面白いんですよね。うん、山のすすめコラムやってるんだけど、まあ、作者の白先生がまあ結構登山ガチでやってる人で、まあ、そこら辺豆知識を見るのも面白いし、まあ、本当にこう葵と仲間たちの関係から見て、まあ、登山のなんか初心者向けの指南書みたいにもなってて、まあ、そこら辺やっぱいいなと思いました。いい意味でゆるキャンの先輩みたいなところありますよね。まあ、ゆるキャンはキャンプだから富士山を眺めると感じなんだけど、まあ、葵たちはまあ、富士山を登ると。まあ、どっちがいいかっていうのはまあ、好き嫌いもあると思うし、まあ、方向性は違うけど、やっぱ山のすすめだ、もう10年ぐらい連載してるから、そこら辺なんかすげえなと思いました。今でも20巻ぐらい続いてますしね。でもアニメもいいんですよね。アニメはいい意味でユリっぽいんですよ。うん。そこら辺なんかユリの日常系っぽいんだけど、まあ、ここら辺安心感がずっとあって、まあ、ここら辺愛されてるなと思いました。もう DIY アニメを作ってるパインジャムも、なんか元々は山のすすめセカンドシーズン作ってた人たちが、まあ、独立したっていう経緯もあって、なんか DIY っぽい演出が山のすすめでもあるし、まあ、ボザロも、もう、今回7話で山のすすめがちょっとそういう感じになってたから、まあ、ここら辺なんかみんなで協力し合ってる感じっていうのも彼女たちらしくていいと思います。実際今期本当にボザロと DIY と山のすすめで本当にいい感じなんですよね。あとまあ4人はそれぞれ嘘をつくのも良かったし、いや山のすすめマジでいいですよ。うん、ちゃんとこう4期って言われたらちょっと尻込みするかもしれないけど、まあ、総集編から始めてるから、まあ、今回のネクストサミットから見ても十分キャラと展開は追えるし、まあ、結構ちゃんと地に足ついた登山ものでもあるんだなっていうのもちゃんと書いてるから、うん、なんか最終話は登山リベンジ編になるんだろうな、富士山に行くんだろうなって思うので、そこを本当に楽しみにしてます。はい。